話してみるがいい。なるほど、ご苦労じゃったな。おんの心づけじゃ、受け取るがいい。次も期待。
さてと。また機会があったら生徒会室に遊びに来てくださいね。今度はクッキーやスコーンみたいなお茶菓子も用意しておきますから。
よく来たの。それじゃあまたの。何をするんだっけ。なんで僕が料理を。だから。時坂君、あなたの方こそ風邪をひかないようにね。家に帰ったらちゃんと着替えて暖かくしてちょうだい。なんで僕が料理を。またね。何をするんだっけ。なんで僕が料理を。だから言った。なんで僕が料理を。だから言ったじゃん。なんで僕が料理を。また会いに来てよね。ギアを開くよ。
で僕が料理を。だから言ったじゃん。それじゃあ始めましょう。それじゃあ始めましょう。僕が料理を。おかしくない？また会いに来てよね。よく来たの。それじゃあまたの。
また会いに来てよね。また会いに来てよね。何をするんだっけ。またね。バイバイ。Thank you.
どんな用かしら。それじゃあね。お邪魔します、コウ先輩。コウ先輩に渡したいものがありまして。九州名物高菜漬けです。この間実家からたくさん送られてきたんですよ。さっき私のところにも持ってきてくれてね。そのままコウ君家にも置いてこうって話になって。
ついてこないでよ。疲れてるっつってんのに。いい加減にしてよ。こんなところまでついてきて警察呼ぶわよ。あんたたち、そこまでだ。ったく、女一人相手に恥ずかしくねえのかよ。二人がかりの強引なナンパなんてダサすぎやしねえか。どうした？急につまずいちまって。よっと。すごい。たまに空に付き合って道場に行った甲斐があったな。これ以上はやるだけ無駄だと思うぞ。もう夜も遅いし、あんたらも帰ったらどうだ。なんだ今の力。そうな雰囲気だぜ。よう、邪魔するぜ。あんたは。久しぶりだな。いろいろ聞きたいことはあるが、その力どうやって手に入れた。まだ話は。行っちまったか。
すんません、助けられちまったみたいだ。昨日も駅前で俺のダチが世話になったみたいだし。どう、 2B の時坂っす。合わせて礼を言わせてください。あの、私からもありがとうございます。礼なんざいい、とっとと帰れ。もうこんな夜中に出歩くなよ。はあ、愛想の悪い先輩だぜ。俺が言えたことでもねえが。それはそうと、こんなところで何やってるんだよ、久我山。こんばんはじゃねえっつーの。なんでこんな夜中に一人で出歩いてるんだ。仮にもアイドルなんだろうが。仮にもって何よ。もう行ってもいいか。このすぐ近くに私の家があるのよ。ちょうど帰る途中にあいつらに絡まれたってわけ。まったく、こんなところまでついてくるなんて最悪。そうだったのか。ちょっと待て、そもそもあのチーマーどもにどこで絡まれたんだ。ここから駅まで治安はいいし、あんな連中は普段いねえだろ。ぎっく、その仕事帰りにちょっとね。怪しいな。だいたい仕事で遅くなったら普通はマネージャーあたりに送ってもらうんじゃねえのかよ。それはその、私にもいろいろあるっていうか。うわあ、もういいでしょ。別にやましいことなんかしてないし。それじゃあね。あ、おい、そのありがとう。たく、怒ったり礼を言ったり、相変わらず忙しいやつだぜ。手を出すまでもなかったみたいね。ヒイラギ、いつからそこに。ちょうど時坂君が駆けつけた直後くらいよ。あの先輩も来たから様子を見させてもらったの。やれやれ、人が悪いぜ。って、もしかして昼間お前が言ってた気になることってのは。ええ、あのブレイズというチーム、